皆さんこんにちは、今回は、YouTube と、FSS &FM の、同時配信でいきたいと思います。まあ、内容は一緒なので、まあ、どちらでも好きな方で、聞いていただければと思います。 YouTube の方は、画面共有しながら、ちょっと、画面の方でいろいろ数字とかも出てくるので、まあ、もし、スタンド FM を聞いていて分かりにくいところがある方は YouTube の方を見ていただければなと思います。今回は、シーホース三河とレバンガ北海道のゲーム2を、見ました。でそこで、まあ、昨日の配信 YouTube だけの配信なんですけども、 YouTube の配信で、まあ、今レバンガ北海道が、まあ、一つポンと抜ければ、道がこう抜けてくるところの、狭間にいるっていうところで、いろんな、まあ、アジャストであったりとか、いろんなことをこうしている、最中だと思いますというような、配信をですね、させてもらいました。深夜の4時に撮ってたんで、ちょっと自分でも何喋ってるかよく分かってないところがあったんですけど、で、まあ、踏まえたゲーム2、見事、レバンガ北海道が勝利をしたということで、まず連敗を、抜けたというところで本当に良かったなっていうところと、会見じゃなくて、勝利ヘッドコーチの、インタビューで宮永さんがいろいろお話をしていて、まあ、非常に選手たちが、求めているものを遂行してくれたということで、まあ、宮永さんの中で、こう、なんて言うんでしょう、こう、描いてたものっていうのがしっかりあって、まあそれをしっかりと落とし込んでいて、まあただ結果がついてこなくてっていうところ、まあ分かりきってるところで言えば、宮永さんも言及してましたけども、3クォーターの勝負どころのところでやっぱり失速してしまうとか、まあそういうところの、まあインタビューだけを見れば、その遂行力というところが一つ、エクスキューションですって言いますけど、遂行力のところが一つ、まあ物足りないというか、もうその、こういうふうにやりたい、やってほしい、対応していきたいっていうところがまだまだ、まあ、選手たちに、まあ、ヘッドコーチからすればうまく落とし込めていなかったっていうようにも言えると思いますし、まあ、選手たちの目線からすればうまく、それをしっかりと、遂行することができてなかったっていうふうになるのかなと思います。まあ、結果的にはオーバータイムまでもつれた。今回オーバータイムが多いんですね。なんかこのすごい僅差の試合が多いみたいで、それはまた明日のバスケットボールライナー、ダイナーで、やると思うんですけども、シーホース三河対レバンガ北海道のゲーム2は89対92でレバンガ北海道が勝利をしました。で、まあ昨日のお話とかいろいろ含めてちょっとまた数字を見ていきたいなと思うんですけども、これじゃないですね、こっちですね。第4クォーターの時に、81対81で、試合が終わりまして、で、延長に入りました。まあ正直僕はちょっと分が悪いのかなっていう印象を感じながらの延長だったんですけども、そこまで、こう、やっぱ前半の第2クォーターの、残り3分ぐらいからが、非常にこのゲームのキーを握ったところだったのかなと思っています。で、まあ、よく言えばレバンガ北海道というクラブは、そこでもっと試合をこう決めていけるような、勢いであったりとか、ゲームの流れをつかむ、ような、展開を作り出したいとは思うんですけども、まだまだその経験値とかという部分で、やっぱり、そこをつかみきれない。まあ、例えばですけど、別にこれを僕は悪いとはあまり思ってないんですけど、葛原選手の最後のレイアップをやっぱり決めるとか、まあ、ターンオーバーも何個かありましたし、簡単にこう三河の方に、まあ、スリーポイントをメイクされてしまうとかっていうのもあった中で、こう三河のある程度こう相手チームですね、三河だけではなくて相手チームのこうハーフタイムへの入り方っていうものをどこか少しチームをこう崩した状態で、入ることができれば、3クォーターから一気に主導権を握って点数を離していくことができたのかもしれません。でもやっぱりそれができずに、入ってしまって、ちょっと余力が三河の方がありながら、点差は離れましたけど、3クォーターハーフタイムに入ったので、
まあ、そこで三河が普通に修正をしてきて、まあ、攻めるべきポイントを攻めてきて、で三河にとってはやっぱり最後の最後にこうガードナーのポストアップであったりとかっていう武器を持ってるので、でそこは、昨日の配信でも言ったんですけど、やっぱペイントをどう支配していくか、まあ、ペイントタッチっていう言葉が非常に、ね、いろんな方がタイムラインでも見てたら出てきたので、すごくいいなっていうふうに個人的にはね、そのバスケットボール部の部分で言うといいなって思ったんですけども、まあ、一つまたそこから付け加えていくのであれば、ペイントタッチをなぜしていくのか、ペイントタッチをしていく意味はクラブとして何なのかっていうところは、またこれから少しずつ、まあ、ブースター含めたいろんな方々が見ていきながら考えていけたらいいんじゃないかなっていうふうにはすごく思います。ただすごくこう、なんて言うんでしょう、まあそのペイントを取っていくっていうところの、考え方というか重要性っていうのは非常に、どの年代のミニバス、中学、高校、大学、プロ、どれとっても男女でも、全く一緒なので、そこはバスケットボールの本質として、覚えておいていただきたいポイントではあるかなっていうふうに思います。で今回のレバンガのこの試合に関してはやっぱりその葛原選手であったりとか、その辺がやっぱりペイントにうまく、侵入していった、橋本選手がペイントに、ピックアンドロールを使って、単体でこう侵入していってレイアップまで持っていけた。もちろんあれは、シティフォースの方のディフェンスのコミュニケーションミスもありましたけど、でもそういうふうにこうペイントでこう加点をしていくっていう、ポストアップだけではなくてペイントで加点をしていくというところで、まあ、ゲームを支配できたのかなっていうところで、まあ、4クォーターまで見ても、このペイント、ね、得点ですね、がレバンガは 49.38、三河の方が 27.16 ということで、まあ、ディフェンスの部分でも、ね、僕はちょっとそこ気になってたんですけども、ガードのところ1番のところの選手が、プレッシャーをあまりかけずに、まあ、ノンプレッシャーでプレーをさせて、その代わり、周りの2番、3番、まあ、シューターですよね、三河でいうと、河村選手、金丸選手とかが出てくるところに、ディナイ、まあ、遮断するという意味ですけど、ディナイで、ボールを持たせない、まあ、持たせたとしても、すぐにシュートを打つような状態では持たせないっていうふうに、前半うまくできていたところが非常に良かったのかなっていうふうに思います。またトップにいるガードの選手が、まあ、下がってくることによって、まあ、シーホズミカーはあまりこうウイングからエントリーが入ってくるみたいなプレーがないので、キートップの真ん中から入ってくることが多いので、そこも多分スカウティングで非常に出てて、からポストアップするハイポストとかにいる、選手とかピックアンドローに入ってくる外国籍っていうところはアンダーでかわして、まあおそらくデータ的にそこからあまり、3ポイントとかっていう、メイクはないっていう、ことで、ドライブだけを警戒しながら、あとはポストに対する、ピックアンドロール、パスコースっていうのを消しながら、まあ、守っていたのが、まあ、最終的には良かったのかなというふうに思います。ただ、これに関しては僕は、やっぱり柏木さんがボールを持った時から、やっぱりテンポは少し変わっていて、まあ、個人的にはその君和さんの采配ミスかなっていうところもある感じるんですけど、まあ、長野選手であったりとか、マックバガイ選手だったりとか、その辺を割と使ってましたけど、まあそこに最初からシンプルに柏木選手を使っていたら、まあもうちょっと試合展開は変わったんだろうなっていう。柏木選手はそこのその穴となるポイントというか、セットオフェンスを遂行するというところだけじゃなくて、しっかりと、空いてればそれを崩してでも、ペイントを取っていったりとか、ピックアンドロールを使ったりとか圧力をかけていくっていうことをしていたので、ウイングとかでもあんまり三河ってそのウイングでもらってからドライブとかしないんですけど、第3クォーター、柏木選手が、もらってからすぐにベースライン側にドライブしたりとかして、ちょっとディフェンスが崩れ始めたレバンガのっていう意味では、やっぱり柏木選手の IQ であったりとか、そのゲームの作り方、テンポ感、っていうのは一つすごく重要な要素であったのかな、この試合っていうふうに思います。まあ、なので、どうなんですかね、ごめんなさい、僕もちゃんと見てなかったんですけど、柏木選手が20分のプレイタイムですけども、まあ、もうちょっと25分とかプレイしていたのであれば、ちょっとゲームはこう変わったのかなっていうふうには感じたりしました。っていう感じですね。で、まあ、最終的には、これですね。延長で、ポゼッションが、レバンガが 90.24、
三河が 94.12、で、PPP 得点効率が、1.020、北海道ですね。三河が 0.946 ということで。で、まあ、EFG パーセント、本当にスリーポイントがよく入りました。レバンガは。が 54.93。で、三河が 48.65 ですね。まあ、その辺で、まあ、ちょっとこれ延長の数字も入ってくるんで、わかりにくいので、こっちですね。4クォーターまでの数字を出してみたんですけども、やっぱり昨日言った通り、ポゼッションが70から80弱ぐらいになってくると、まあ、レバンガは勝ちやすい、っていう、まあ、対三河っていうのもあるとは思うんですけど、常にこれ昨日言い忘れたんですけど、常にやっぱり対戦相手がいて、それに対して自分たちのバスケットボール、もしも自分たちのバスケットボールを全て遂行できる実力差があれば関係ないですけども、常に対人スポーツというものは対戦相手がいるので、対戦相手がどうしてくるか、どんなチームかによってここの数字というのは変わってくるので、特にレバンガ北海道のような、まあ、下位クラブであればあるほど、相手の影響っていうのは非常に受けるので、まあ、ここの数字は決して一定するものではない。っていうことですね。ただ、まあ、その中でも、おそらく勝ちやすい数字の部分を見ていくと、まあ、ポゼッションは70後半ぐらいがベストなのかなというふうに。まあ、なので、まあ、これもそうですよね。80ちょっと言ってますけど、まあ、70後半に抑えてれば、多分、勝ったんじゃないかなっていうふうに。三河の攻撃も減るので、っていう印象です。で、その中で、ファストブレイクのポイントっていうのが 8.64%。ここですね。だったんですけども、まあそうするとやっぱり TO、ターンオーバーが、10以下に収まるっていうのは今のレバンガ北海道の傾向であると思います。だからここの関係性っていうのは非常に今後バランスとして重要なのかなっていう。ただ、まあこの後話したいと思うんですけども、まあ三河にあって、レバンガにないものっていうのがどうしてもありまして、まあ、そこのリスクをどう追っていくかっていうのは、これから勝利を重ねていく中で、まあ、ポゼッションとしては70後半とから80ぐらいっていうのは一つ目安だと思うんですけども、僕はそこはやっぱり宮永さんが目指すバスケットボールというのを考えていけば、勝利をつかみながら少しずつ増やしていく必要性があるのかなと思いますし、まあ、ただ正直その、今の現状のメンバーを考えれば、それがベストな答えかっていうのはなかなか難しいところが、あったりもすると思うので、今後、その選手たちが、この、なんでしょう、バスケットボールをやっていく中で、宮永さんのバスケットボールをやっていく中で成長をいかにしていくかっていうことが、やっぱり鍵にはなるのかなっていうふうに思います。ただ、まあ、今のこのベストの状態では、まあ今日のバスケットボールですけど、まあ、80弱ぐらい、70後半のポゼッションで PPP が1を超えてきて、シュートは60本超えてくると。で、EFC パーセンテージが55前後で、ターンオーバーが10切ってくる。で、ファーストブレイクっていうものが、まあ、10ないぐらいの割合の。だ結構遅いんですよね。見てる感じ、やっぱり、ボールプッシュすればいいところを日本人のガードがゆったり持ってくるっていうところは結構最近は目立つので、まあ、それがいいか悪いかはちょっと、なんとも言えないんですけども、まあ、勝つためには、まあ、ゆっくりやって、ジョーダン・テイラーにうまくボールを持たせて、ニック・メイヨンにうまくボールを持たせて、で、そこでアタックをして、外の外国人、ジャワットのスリーポイントであったりとか、まあ、中野司のスリーポイントであったりとかっていうところをうまく活かしていくっていうのが、まあ、レバンガの今の現状の勝ちパターンなのかなっていうふうには感じています。で、まあ、簡単に話を終わらせたいので、今日は。ね、これを、今日はすごく感じたなっていうところを一つ言いたいんですけども、レバンガ、ごめんなさい、三河にあって、レバンガ北海道にないものっていうのが、やっぱり一つあるなっていう感じていて、で、これは別にレバンガだけじゃなくて、強いチームにあって、弱いチームっていうと、あれかもしれないですけど、にないものっていうのが、まあ、今シーズンすごく顕著に出ているなっていうふうに思います。で、それが、まあ、言葉が正しいかは分からないですけども、ゲームチェンジャー、ゲームを変えてくるプレイヤーっていう存在が、いるかいないかっていうところなんですけども、やっぱりこうバスケットボールっていうのはこう流れがこう行き来するスポーツで、基本的に、オフェンスのポゼッション回数も同じぐらいの回数が来る。
で、シュートも、まあ、ターンオーバーが同数であれば、大体同じだけ打つ。で、結果、シュートが入るかどうかっていう勝負、シンプルに言うとですね、になってくるんですけど、まあ、あとはオフェンスのポゼッションの回数を、増やすのであれば、オフェンスリバウンドを頑張る。とかですよね。まあ、なんですけど、その中でやっぱりこうゲームを、テンポ感を速くしたい。やっぱり今のレバンガ北海道はどうしてもその、多分僕もそこまで気づかなかったんで、あれなんですけど、こう、のぺっとしてるとこがある気がするんですね。ちょっと表現が悪いですけど。でもこれは多分レバンガ北海道がスカウティングをして、宮永さんがそれをしっかりと、分析をした結果、コーチ陣と話し合って、それを選手たちに落とし込んで、こうやってやろうっていうものをしっかりとみんなやろうとしてる結果、やらなくてはいけないことをしっかりとやっている。まあだからこそジョーダン・テイラーが非常に目立つ活躍をする。まあニック・メイヨが、ちょっとタフショットっぽいショットを決めてくると盛り上がるっていう風になってくるんだと思うんですけども、例えば、シーホース三河であれば、まあちょっと起用はされてないですけど、高橋光陽選手のスピードであったりとか、まあ、河村選手、金丸選手っていうのは、どこかでスイッチが入って、ゲームのテンポ感とか、ゲームの勢いっていうものを変えてくる。まあ、流れを引き寄せるってことですね。個人と単体として。まあ、それは非常にシュートっていうものが非常に分かりやすい要素の一つだと思います。シュートが入って、スリーポイントが入ると、やっぱり盛り上がって、一気にググッと得点が詰まって流れが来る。3クォーターにもこういう、そういうシーンがたくさんありました。で、まあ、柏木選手はこうゲームを落ち着かせるであったりとか、もしくはゲームをボールをプッシュしていって速くしていくっていうところであったりとか。ただ、最後の宮永さんの会見というか、インタビューで、僕はちょっと気になったところが一つあって、まあ、ニック・メイヨが、攻撃でもボールをプッシュしてくれて、ジョーダン・テイラーがボールをプッシュしてくれてって話をしてたんですけども、プッシュするっていう役割が非常に大事なんですけど、ボールを早くフロントコートまで運んでいく、自分たちが攻めるコートまで運んでいくことって、現代バスケットボールにおいて非常に重要で、しかしそれを今、現状レバンガ北海道は日本人ではなくて、ニック・メイヨがそのままできるので、プッシュをするような状態になっていると。これは千葉ジェッツとかも一緒なんですけども、ギャビンだとか、例えば、佐藤拓磨選手であったりとかがリバウンドを取ってボールをプッシュしてくる。で、富樫選手が先に走ってるので、スリーポイントがあるから、富樫選手を離すことはできないので、ディフェンスが下がってくると、リムラン、ゴールラインが空いてきて、センターラインが空いてきて、一気にレイアップまで持っていける。っていうような、まあ、サイズ選手とかそうですね。っていうプレーがよく速攻で生まれます。ただ現状、今、レバンガ北海道は、そういうようなボールプッシュのところの役割までも、ね、外国籍に任せている。頼らざるを得ないっていうのが現状。で、日本人がボールを持ったときは、ちょっとゆったり、こう、テンポを進めるっていう風になっているのかなと感じます。それは決していいとか悪いとかではないんですけども、まあ、勝つために、まずしっかりと勝利を取るためには、まあ、ニック・メイヨがそのままレイアップに持っていくっていうことはできるんだけれども、例えば田島選手がボールを早くプッシュして、シュートまで持っていって、ペイントに入ってきたらコーナーに飛ばして、中野選手がクイックでスリーを打つみたいなことは、まああまりないと。まあそれはいろんな要素があると思うんですね。予想はいろいろできると思うんですけども、これはチームに聞いてみなきゃわからないです、正直。ただ、ね、そういう中で、ゲームチェンジャーになる存在、ゲームの流れをやっぱり変える存在がジョーダン・テイラー。という意味では、彼をスタメンで使うという選択肢はおそらく、まあ、僕がヘッドコーチだったらないです。彼をやっぱり後ろから出すことによって、橋本選手がゲームを作って、ジョーダン・テイラーがいい意味でゲームを壊していく。っていうことによってリズムをつかんでいく。で、ジョーダン・テイラーがペイントタッチがうまいので、まあ、ペイントを支配するってところですね。ペイントタッチがうまいので、ペイントを支配していけば、ジョーダン・テイラーに注目が集まれば、コーナーとか、ウィングが空いてくるので、中野選手、田島選手、葛原選手あたりの、牧選手あたりのスリーポイントが効果的になってくると。でも、昨日言ったんですけど、ジョーダン・テイラー選手も素晴らしい選手なんだけれども、どのチームもしっかりとスカウティングをしてくるので、じゃあジョーダン・テイラー選手の癖だとかパターンとか、セットオフェンスの形であったりとかっていうところで、先々に先手を打って止めてくると、うまくいかなくなってくる。っていうことはあります。そうすると、ゲームチェンジャーが今現状、レバンガ北海道で一人しかいないので、うまくゲームが進まない。
例えばこれ千葉になってくるとゲームチェンジャーっていうのがどの選手もできるんですね。シャノン・ショーターが入ってきても怖いですし、コー・フリッピンが来ても思いっきりアタックする力がある。田口選手が入ってきてもスリーポイントがある。佐藤拓磨選手もそうですね。ペイントにアタックできるし、コーナーでスリーポイント持てる。まあ、富樫選手もそうです。まあ、西村選手なんかはゲームを落ち着けられます。で、サイズ選手も、ダンカン選手も、エドワー選手も、スリーポイント、エドワー選手はスリーポイントもあるし、リブランができて、スピード感、テンポ感をアップできる。まあ、ちょっと今苦戦している東京は、今そのゲームチェンジャーが実際いない状況なのかなっていうふうに思います。みんながやっぱり綺麗にボールシェアをするので、誰かがこう強引にリムにアタックしていくっていう、まあ、強引っていう表現が正しいか分かんないですけどもっていうのが、2年前ぐらいの安藤選手とかには非常にあったプレーなんですけど、去年とか、まあ、安藤選手もどっちかっていうとちょっとこううまくゲームを作る側に回ってきてるので、まあ、そこで大阪部選手に非常に期待が集まってるし、多分そういう存在って、注目を浴びるというか見てて分かると思うので、多分東京のブースターも大阪部選手に自然と期待が集まる。まあ、須田選手とかはそういう存在なのかなっていう気はしますけど。まあ、ちょっと前だとザック選手のスリーポイントだったりとかっていうところですよね。まあ、宇都宮で言うとテーブス海選手であったりとか、まあ、比江島選手だったりとか、まあ、イカルガ選手とかもそうですよね。こう、後ろから出てきて、こう、ショット決めて一気に流れを掴んでくるっていうところですね。その強いチームになればなるほど、まあ、琉球とかはみんなそれもできる。まあ、みんなができるっていうチームもありますし、まあ、これ個の力って僕は言えると思うんですけども、その時にやっぱり自分たちの形はこうですっていうのがあるんですけど、それをやりながらもやっぱり自分のディフェンスがちょっと、セントオフェンスをやるために準備をしている時に逆をついてドライブをしてペイントに入っていくみたいな、表現的にはなんていうんですか、強引にアタックしていくといいんですかね。でもそれは知性であって、その相手との常に駆け引きのあるスポーツなので、相手がちょっと違うところに意識が向いてたらその瞬間一気にアタックをする。まあこれは秋田とかが非常に強いのかなっていう気はします。長谷川昇選手だったりとか安岡選手だったりとか中山選手のアタックっていうのは魅力的ですよね。やっぱり大浦選手とかっていうところの、このゲームチェンジャーっていう存在が今現状レバンガ北海道には、ジョーダン・テイラーしかいない。だからジョーダン・テイラーは最後のインタビューで、まあ、葛原選手であったりとか中野選手みんなで勝ち取ったから、これからも頑張っていきたいみたいな話をしたんですけど、おそらくその言葉は若手選手たちにもっと自信を持って思いっきり自分たちのプレーをやっていいんだよっていうような、振る舞いのように僕は受け取りました。それはまあ僕の考えですけどね。で、これが僕の中ではずっと言ってるんですけども、じゃあゲームチェンジャー、流れを変えてくる、流れが悪くなったとき個の力で流れを持ち直してこれる、そういう、まあ、ある意味特別な選手、昔のバスケットボールで言うとシックスマンであったりとか、まあ、サッカーとかで言うとスーパーサブっていうような部分ですよね。後ろからベンチから出てきてゲームの流れを変えていける選手っていうのが、まあ、レバンガにとって僕は誰なのかって考えると、まあ、3人候補が上がってきて、葛原選手、中野選手、内田明人選手しかいない。まあ正直僕は田島選手に今そこをやってもらいたいっていう気はするんですけど、これも昨日言おうと思ったんですけど、田島選手はやっぱりちょっとなんか余計なものを背負いすぎてる感じがするので、こうもうちょっと自由に楽しく自分の感性でもっとバスケットボールをしてほしいなって気はするんですけど、昔は田島選手はそのゲームチェンジャーみたいなタイプの選手でしたよね。昔は僕は知り得る中学とか高校の頃は、こうガツガツアタックしてくるみたいな、ちっちゃくても構わずって、まあ、ただ外国籍とかがいるんであれなんですけど、まあ、ただその中で僕が毎回これは言うんですけど、そのゲームチェンジャーとしてやっぱり一番才能を持っている選手、個の力で、いろんなパターンを持ってこうゴールにアタックしていく、得点ができる選手となると、まあ、やっぱり内田選手なのかなっていう、まあ、ただ葛原選手も素晴らしい選手で、まあ、大堀の時とかから大東の時とか本当に素晴らしいスコアラーでしたし、本当にみんなスコアが取れる選手なんですけど、やっぱ多分おそらくこう難しいのはチームとして守るべきルール、遂行するべき約束事っていうものにまだまだこう頭の中が問われていて、それをできてない自分っていうのが多分いると思うので、そこでうまくそこまでステップを踏めてないっていうのはあると思うんですけども、やっぱり僕は個人的にはまあ地元選手でもある内田明人選手に期待をしたい、
おそらくレバンガ北海道は今、スリーポイントっていうものをたくさん打っていい、まあ、昨日言ったグリーンライトですね、そんなにルールなくアウトナンバーだったら打っていいっていうルールになってると思うんですけど、まあ、そこも、どのショットを打つかによってディフェンスのアライメントもまた変わってくるので、そこはいろいろあると思うんですけど、まあ、打っていいと。で、打ち切れるっていう能力を考えれば中野選手が一つやっぱり前に出てるんですけども、僕はそれを言う要はルールとかいろんなものを少し無視してでもどうしても得点が欲しい場面っていうのはどうしてもバスケットボールってあるので、得点を取り合うスポーツなので、サッカーとかみたいにこう守って 0-0 でこらえていればいつか流れが来てボールがこっちが持ってる、ポゼッションの時間が長くなるっていうスポーツではなくて、常に攻守が入れ替わるので、点が取れないときにどうしても、だから今日の金丸選手とか昨日の金丸選手みたいな形ですよね、やっぱりこの人が何とかしてくれるみたいな存在がバスケットボールには非常に重要で、特に現代バスケットボールはタイムシェアをするからこそベンチから出てくるそういう選手、川崎でいうとこの藤井優馬選手とかっていうところが非常に大切なのかなっていうふうに思います。だからよくだから藤井優馬選手がスタメンになってどうちゃらとか代表に入ってとかいうのは僕はなかなか難しい問題だと思っていて、結局やっぱり慣れてるチームの6番手っていうのが一番彼の能力が、まあ、彼はどうか考えてるか知らないですけど、一番発揮されるポジションではあるという適正なところっていうのはあると思います。こうよどんだ空気を一気に腹こう何ですか、軽くしていける才能というか、それも才能だと思うんですけど、そういう意味で内田篤人選手がこうもらってポンプフェイクしてドライブアタックしてレイアップに行く、もしくはそのままプルアップでショットを打つっていうようなところから加点をしてきて、今日の試合そんなに出てないですよね、2分なんですけど、やっぱり彼のところで6点から10点ぐらいを常にこう期待できるような選手になってほしいな、なれると思うしなってほしいなっていうのが僕の個人的な、気持ちの部分です。まあ、葛原選手も10点取ってるんですけど、まあ、どちらかというとスタメンで葛原選手、長野選手は使われているということを考えると、まあ、後ろに控えてる選手が、ゲームチェンジャーとしての役割、まあ、ジョーダン・テイラーがするんですけど、そこに内田選手が入ってくると、まあ、よくこの牧選手のプレータイムが少ないとか、まあ、なんか僕も見かけるんですけど、じゃあなぜ少ないのかっていうと、牧選手の魅力っていうのはディフェンスとやっぱりスリーポイントなので、そのどういうふうに使うかっていうところの限定されるポイントで使う選手なので、そのゲームチェンジャーが出てきてゲームの流れを壊してくれて変えてくれないと牧選手っていうのが出番が減るんですよね。やっぱりだからジョーダン・テイラーがバンバン崩してってペイントに選手がディフェンスが集まってくることによって牧選手の存在価値はさらに高まるので、もちろんそこで牧選手が決めるかどうかっていうのはあるんですけど、要はペイントに選手をこう集められる、その能力、まあ、富樫選手なんかやっぱそこを長けてるのかなと思うんですけど、ことによってコーナーであったりとかウィングっていう、ところのスリーポイントのところが空いてくるので、そこで、試合の中で1本2本スパッと決めてくるっていう風になってくると、自然と牧選手のプレータイムも伸びてくる。タイムシェアをしろっていうのは、タイムシェアをしたら勝てるからしろっていうことではなくて、タイムシェアをするために必要なピースっていうのはやっぱりあって、まあ、強いところはなぜタイムシェアをできてるかっていうと、そういうピースがしっかりと揃ってて、自分たちのクラブのフィロソフィーに対して揃ってるからこそ、どの選手も役割を全うできるから、例えば、まあ、10分、出た選手、5分出た選手でもしっかりと活躍したという印象を持ってコートを去ることができる。まあ、満足度もそうですよね、選手自身の。自分の役割をしっかりと遂行したんだっていう気持ちでベンチに戻ることができる。でも、今のレバンガだと、やっぱり、牧選手、玉木選手っていうところの役割っていうところが、まあ、桜井選手も正直若干そうですよね。ぼんやりしてくるので、じゃあ、どうする、じゃあ、パプ引っ張るかみたいな感じでしか、やっぱり選択肢が出てこない。じゃあ、その時に必要なのは何かっていうと、ゲームチェンジャー、こうペイントに入っていってこうディフェンスをかき乱してくれる選手っていうのはやっぱりどうしても貴重な存在で、そこがまあもうちょっと、アタックができる選手っていうところを探していくと、まあ、内田選手に僕は期待したいっていうのを、まあ、ずっと言ってるので、
池内だきと池内だきと池内だきとお前だお前だみたいなことずっと言ってるんですけど、だそこがこれから今日勝ったことによって一つまたステップは前に進むんですけど、これからそこに対してどう、アプローチしていけるか、これから勝ち星を積み重ねていくにはおそらくそういうゲームチェンジャー、が一人出てくるかどうか、もちろんこれは葛原選手でも中野選手でもいいとは思うんですけども、現状のバランスから考えると彼ら二人はスタメンなので、まあ、個人的には田島選手にやってほしいというのもあるんですけどね、まあ、なので、まあ地元選手である中野、内田選手にやってもらいたいっていうような気持ちが僕は強いっていう、まあ誰でもいいんですけど本当にっていうところで、レバンガがもう一個先の景色に行くためには三河にあってレバンガにないこのゲームチェンジャーという存在をいかに見つけていくか作り出すか、まあ、もしくは個人としてそこを乗り越えていくか、導き出していくかっていうところがポイントになってくると思います。ホーム戦は信州までないと思いますけど、逆に言うと信州はそういうゲームチェンジャーの存在が非常に多いので、まあ、西山選手もそうですし、マスコ選手もそうですよね。小野龍馬選手なんかも、違う意味でこうペイントを制圧していける。全部持ってるので、彼は。まあ、ヤンジェミン選手もそうでしょうね。もっとフィットしてくれば彼もゲームチェンジャーとしてすごくいい味を出していくと思いますし、まあ、大崎選手とかも、信州に非常にフィットした選手です。で、その中にウェイン・マーシャルであったりとか、まあ、あと、ホーキンソンですよね。非常に信州にフィットした外国籍で、スリーポイントもあるし、ツーポイントもうまいしっていう。で、まあ、マクヘンリー選手がそれを一気に、こう、まとめ上げてくる。フィニッシュに持ってくるみたいな、散らすこともできるっていう意味では、彼らは、そのゲームチェンジャーと、マネジメント側っていうものをうまく、こう、一気出し入れしながらプレーをしてくるチームなので、非常に、参考になるチームではあると思います。自分たちのフィロソフィーに対して、しっかりと全員が遂行しながら、場面場面でそこを出し入れしていくっていう意味で魅力的なチームなので、ぜひ北エールに、観戦に行かれる方は、信州のそういうところも注目して見てもらえたらと思いますし、そういう存在がいち早く、レバンが北海道に出てくることが、次の勝利に向けて非常に大切なことになると思いますので、ぜひその辺も注目して見てみてください。それでは今回は結局30分喋っちゃいましたね。レバンガ北海道の久々の勝利を見て、さらに次のステップにレバンガ行くために必要なことっていうのを、まあ、考えていってみました。まず本当に勝ったことが良かったなと思いますし、まあ、勝つことによって気持ちがどんどん変わっていくことはよくあることなので、ここから少しずつ少しずつ前に前にステップを踏んでいけば、宮永さんが求めるところまで今シーズンいけるっていう景色も見えてくると思うので、ぜひ、いろんな、ところを注目してみてください。それでは、また何かあれば、スタンド FM ではレターをいただければお答えできますし、まあ、YouTube ではコメントだったりとか、あと Twitter の方で、開放してますので DM とかいただければいろいろ、見ていきたいと思います。まあ、次はまた違うチームをね、いろいろ見ていきたいなと思いますので、ぜひコメントや、お便り、質問とかあれば、お気軽に送ってください。それではまた何かの配信でお会いしましょう。さよなら。